いつもご視聴していただきありがとうございます。素人チャンネルの今回はですね、コミュニティにも言っていたように新しいことを始めますっていう動画ですね、こちらの方を今撮っていきたいなと思って撮影しているんですけど、今回はですねこちら、Nintendo Switch のソフトスーパーマリオブラザーズワンダーっていうのと、極端に言うとこちらね、Nintendo Switch本体がありますよね。で、今回はですね荷物が届いたので今撮影しておりますが、こちらの荷物、今から開封していきたいと思います。まあね、なんと言ってもじゃあ何が入ってるのかっていう話なんですけど、じゃんと見えるかな、はい、中華製のものですね。はい、中国製のものなんですけど、開封していきます。はい、品質保証書2023年って書いてますけど、まあ無視です。で、これが USB ですね。 3.0 のやつですか、青い高速のやつですね。あとは、取説と肝心なもの、こちらじゃんと、ビデオキャプチャーボードみたいな感じですね。うん。で、HDMI インプットアウトプットっていうことで、これを PC につないで、なんと Nintendo Switch のタイトルをライブ配信します。こちらもねライブ配信を行っていきますんで、皆さんね、今までソニーのゲームしか、ライブ配信やってなかったんですが、今回こちらをね使用して、ライブ配信を行っていきたいと思いますんで、ぜひ皆さんお楽しみにしてください。でね、動画これ撮影してるのが1月の、10日になるんですけど、まあできればね早い段階で行っていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしておいてください。できればね1月の10日の週、例えば11日だったり12日だったりっていうのでね、まあ夕方だりなんなりっていうのでちょっとやっていこうかなと思っておりますので、皆さんよろしくお願いします。であとはこちらのね、ビデオキャプチャーのやつのこのものも使用したレビュー的なやつとかもね動画撮っていけたらいいかなと思ってますんで、皆さんぜひよろしくお願いします。それではですね、最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。お疲れ様でした。